子供を扱いされたくないでしょ、うん、じゃあまず派手なお化粧を背伸びして、うん、ちょっと大人っぽい派手な化粧をしてみました、はい、それから派手な化粧をしたっていうことは、うん、その化粧に見合った派手な服装だったり、うんまあ、髪型だったりをしてみる、うん、より派手な方向にイメチェンをしてみる、うん、じゃあイメチェンをしてみた。じゃあイメチェンをしたん、あ、そうか、イメチェンをしたと、うん、イメチェンした後ってどういう風に彼女として見てもらえるんだろうな。イメチェンをした後でしょ。じゃあイメチェンをして、あ、外に出かけて、はい、で街であえてこう例えばその今の付き合ってる彼氏さんとその待ち合わせをして、待ち合わせ時間よりもちょっとだけ早く行って、はい、でナンパ待ちをしてみる。ああ、そこでナンパ氏が来て、もうナンパ氏が来ちゃったか。すげえプロが来たね。完全にプロが来たよね今。そう、完全に手慣れたプロが来ちゃったね今ね。ナンパ氏が来て、本気だね、絡まれてるところにさっそうと登場する彼がナンパ氏にやられるって話これ。いや、そこは彼が頑張ってくれます、うん、ほうほう。仮に彼がナンパ氏に負けるパターンでも、うん、その負けてうわって倒れた彼に、うん、速攻でわって寄り添っていって、うん、この人は私の大事な人なのやめてみたいな、ドラマっぽい、消えな豚野郎みたいな話でしょ。ちょっと攻撃的すぎますね。確かちょっと、あ、でもある意味大人として見てもらえるのかな。そのあんたみたいなクソ男みたいな。まあそうして、じゃあ、あえて、お呼びじゃないのよ、ケスがみたいな話でしょ。ちょっと惹かれちゃうじゃないですか。あ、それダメ、大人っぽい、あの撃退方法だと思ったんだけど今。あ、でもそれで、うん、もしかしたらじゃあ彼氏が、女王様って言って M の方向に目覚めるかもしれない。待って、そこまで話が飛ぶの。そしたら、完全に、その上下関係は逆転しますよ。あ、本当。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。